今日は高松市のバス路線について考えます。高松市は先月、バスの運行本数を大幅に減らす再編計画を発表しました。背景にあるのは運転手不足と2024年問題なんです。社会情勢や公共交通を取り巻く環境の変化に対応しながら、持続可能な公共交通ネットワークの再構築、利用促進施策に取り組んでまいりたいと存じます。先月28日、高松市の交通事業者などが出席した総合都市交通推進協議会で、バス路線の再編計画が示されました。高松市では現在19路線36系統のバスが運行されています。再編計画ではこのうち13路線17系統を減便、2路線2系統を廃止します。この多くは来年4月に行います。減便される17の系統では平日は合わせて428便、土日祝日は合わせて340便が運行されています。これを平日は263便から267便、土日祝日は201便から205便、およそ4割減便します。減便や廃止をするのは、他のバス路線や電車と重複していたり、利用者が少なかったりする路線です。具体的に何時の便を減らすかなど、詳細は決まっていませんが、利用者が少なくなる昼間の便が中心です。減便廃止の方針に利用者は、4割ちょっと使いづらくなりますね。現状維持してほしいですね。減便や廃止の背景にあるのは運転手不足と高齢化です。運行する琴電バスの運転手は今年3月時点で118人です。年々減少傾向で、2014年と比べると20人近く少なくなりました。また運転手の平均年齢は 63.5 歳と、2014年から5歳以上上がりました。非常にバス運転手の高齢化と人手不足に悩まされているということです。人数にすれば30人とかレベルじゃないでしょうかね。30人ぐらいは足りないと思います。フルスペックのサービスはちょっとできないような状況になってきちゃいましたですね。この厳しい状況に追い打ちをかけたのが、来年4月からドライバーの時間外労働に上限が適用される、いわゆる2024年問題です。これによって運転手の業務量を来年4月以降は減らす必要が出てきました。限られた資源の中でいかにより効率的な運行体制を確保していくか、そういうことで考えたというか設定したのが今回の整備計画だ。効率化のために市が減便廃線と合わせて打ち出しているのが、経路の変更と路線の新設です。JR 高松駅と香川大学医学部附属病院などを結ぶ大学病院線は、平日は1日40便運行していますが、これを1日14便に減らします。その一方で、琴電府政市駅と大学病院を結ぶ路線を平日に1日6便、琴電高田駅と大学病院を結ぶ路線を平日1日14便新たに運行します。これによって電車とバスを乗り継いだ場合の大学病院へのアクセスが向上します。高松市はこのような電車とバスを組み合わせた交通を目指しています。乗り継ぎをより増やしたりすることによって、より同じような資源でもより広範囲の交通の需要を確保。そこに深く関わってくるのが、高松市が目指す街の形です。高松市は中心市街地や各地の駅周辺を核として、
それぞれに人や商業、医療などの施設を集めるまちづくりを進めています。各同士を結ぶ手段としては電車を軸としています。バスを活用して駅に人を集めることで効率的な交通の形を目指しています。2020年11月にオープンした琴電不正市駅にはバスターミナルが整備されていて、電車とバスを乗り継ぐ結節拠点として期待されています。現在不正市駅のバスターミナルには4つの路線バスが乗り入れていますが、再編計画では高松空港に向かう路線も乗り入れる予定としています。電車とバスを組み合わせる高松市の方針について、公共交通に詳しい呉工業高等専門学校の神田雄介教授は、特に乗り換えというのはものすごく使う人にとっては嫌な行為なん、嫌なところなんです。おそらく高松にお住まいの方がバスと何かを乗り継ぐっていうところってあんまりピンとこないんじゃないかと思うんですよね。その上で乗り換えを前提とした交通網を作るためには、利用者のストレスを少しでも減らすことが大切だと考えています。ダイヤもそうですし、本当にそこでつなぐのがいいのか、相当な試行錯誤と、あとは利用される方々に対するコミュニケーションというのが必要になってきて、きっちりと探りながらやっていかんと、結局利用者離れにつながりうる可能性というのも全然あるので、地域のエリアの人たちの生活を豊かにということが一番ですから、我々はですね、きめ細やかな鉄道とバスのサービスをやっていきたいなと思ってます。運転手不足などの課題がある中で、効率化と利用者目線、この2つの実現に向けて官民が知恵を出し合って、ぜひ取り組んでほしいと感じます。